シンハラ語、シンハラ語、シンハラ語、シンハラ文字、またはとは、スリランカで話されている、シンハラ人の言葉。インドヨーロッパ語族インドイラン語派インド語派に属する。シンハラ語とタミル語は、スリランカの公用語である。シンハラという語は、この言語を指すサンスクリットの単語であり、ウィジャヤ王の、シンハラ国建国語、シンハラ国の外部。 サンスクリットを話す人々からは彼らの言語をシンハラ語と呼んだことに由来する。サンスクリットから派生した中期インド語ではシーホラである。シンハラ語自身では古くはイルーがついている。スリランカの歴史書マハーワンサ大使によると、紀元前5世紀頃にウィジャヤ王と側近たちが北東インドからセイロン島に渡ってきたことになっている。そのウィジャヤ王はもともと 正論島にいた、薬家族、長族からなるヘラ族の人々を取り込んで、新原国を建国した。その後数世紀にわたって、カリンガ国やマガダ国など、インド東部やベンガル地方から渡ってきた人々により、プラークリットとの混合が進んだ。現在までの新原後の変遷は、四段階に分けられる。その歴史の中で、大きな発音の変化がたびたび生じている。 正方のプラークリットの特徴として、東方のプラークリットでは、B に変化した語頭の V が残っていることが挙げられる。例、サンスクリットのに対応する、シンハラ語のビジーとヒンドゥー語のビスなど、男性名詞の単数形の語尾が E で終わることも、シンハラ語に残る東方、プラークリットの特徴である。サンスクリットの一つの単語に対応する二つの単語、マッサ、ハエト、マコ、 のみなどの二5語も見られるが、この例では、地理的に異なるプラークリット・マッチアート、マキカ・パーリ語に由来するため、語感が異なる。1956年にスリランカの公用語を英語からシンハラ語に切り替えるとする法律が施行された。これは、歴史研究の視点からは、多数派であるシンハラ語ア社と少数派である タミル語話者の対立を煽るきっかけとなったと見られている。この年は、スリランカ人由党が初めて政権を握った年であり、この法案は、与党としての提出した最初の法案の一つであった。タミル人の多くはこれを、シンハラ人の文化、言語、宗教、仏教だけを、国家の正式なものとする法律であると受け取った。その後1958年にシンホラオンリー。 タミル・オルソーとも呼ばれる法案が成立し、現在はスリランカの公用語はシンハラ語とタミル語であることが憲法で定められている。シンハラ語には他のインドアーリア言語とシンハラ語を区別するに足る特徴がいくつかある。そのうちの一部はシンハラ語の元となったベッタ語から来ており、中期及び古代のインドアーリア言語には語源を遡れないシンハラ語、または シンハラ語とベッダ語にしか見られない語も多数ある。コラ、シンハラ語でもベッダ語でも、ハ、ドーラ、シンハラ語でブタ、ベッダ語でクモズという語などがその例である。また、正論党全域で、レラ、カモ、ガーラ、イシという語が地名に見られる。また、シンハラ語成立以前の正論党の言語から、アラバ、頭、コクラ、アシレック、ベッダ、首、キャラバ、 桃など体の部分に関する多くの語が、現在の新原語に受け継がれている。十三世紀頃に書かれたとされる、新原語文法の最古の文献しだと三柄場では、語源が、正論等独自のものである語という分類があることを、記しており、並んば、見ること、キャランバ、鳥で、港などをそれに挙げている。キャランバは、正論等最大の都市コロンボの語源でもある。新語には、 英語版ウィキペディアにあるリストにある、釈用語、および、ドラビダ語からの発音と文法の影響が見られ、それが、北部インドアーリア言語から発達した各言語と、シンハラ語の相違ともなっており、シンハラ語話者と、ドラビダ語話者の交流が深かったことを示している。現在見られる、ドラビダ語の影響は主に以下の4点である。I know that it is new. それが新しいことを、 私は知っている I do not know whether it is new. それが新しいのか私は知らない。数世紀にわたって受けた植民地支配により、現在のシンハラ語には多くのの借用語がある。もともとポルトガルの植民地であったマカオの原住民社会で話されていたマカオ語、マカオクレオールとも、和社自身はパトゥーパトゥアと呼ぶは、主にマレー語、シンハラ語、カントン語。 ポルトガル語から発達したクレオールである。現在では、関東語の広がりによって和社は減少しており、マカオ及びマカオ外のマカオ人社会で使われている。マカオ語は主に、ポルトガル人男性とマラッカやスリランカの女性、中国ではなくのアイノコやその子孫の間で使われ、始めた。そのため、マレー語やシンハラ語の影響が、成立初期から強い。 新原語の数詞は他の陰王語族の言語とよく似ている。正論島南部のゴールや、まタラ、ハンバントタで使われている、新原語には独自の語がいくつかある。正論島中央部、北部中央部、南東部、ウバとその周辺地域でも同様に独自の語が見られる。しかし、各地域の話者の間の意思の疎通に問題はなく、これらの違いを深刻とする理由はない。 ベッタ人の言語は、多くの点で、新ラ語によく似ているが、独自の起源を持つ語が多い。と呼ばれる人々の社会では、新ラ語の方言が使われている。南アジアの他の言語と同様に、新ラ語にも大黒子や、二言語使いは毛が見られる。新ラ語の文語と口語の間には、多くの面で、相違点がある。文字で書かれる、新ラ語はすべて文語であり、正式な発言。 公式なスピーチ、テレビやラジオのニュースなども文語で行われる。一方で日常会話には口語が使われるなどを参照のこと。シンハラ語の文語にはサンスクリット由来の語が多く含まれている。シンハラ語の文語と口語の最も大きな違いは、口語には動詞の語形変化、屈折、活用がないことである。これは中世や 古希の英語でも見られたことで、当時のグレートブリテン島では、学校の生徒たちにとって、文語の英語はほとんど外国語を習うのと同じであった。新原語の文字体系は、ホディアと呼ばれ、他のインドアーリア語の文字と同様、古代のブラーフミー文字から派生したものである。新原文字は、音節文字に近く、のような基本的な文字は、母音の指定を伴わないときには、否定の母音。 この場合か、K を伴って発音されることで一つの音節を表すことなどから、アブニダあるいはアルファシラビックアルファシラビックであると言われる。この指定されない場合に補うことになっている母音は、ピラピラと呼ばれる母音記号、発音区別符号をその音節字につけることで変わり、例えばか、キロ、キロ、キ、キ、キケウ、クー、ケ、ケ、ケオ、コウのようになる。 この母音の並びは日本語の五十音と字であり、サンスクリットとも共通する。口実、ピラ、複数型では、ピーリーは、シーン文字の上、下、左、右、あるいはそれ以外の場所にも付きうる。新ラ語にはまた、母音が欠落していることを、明示的に示す、初期素によって二種類に変化する、ビラマ記号やハルキラマと呼ばれる記号がある。 シンハラ語全体の文字体系は、エルホディアと呼ばれ、基本的な文字は54種類である。そのうちボインが18個、シーンが36個であるが、交互であるスタシンハラ、サダシンホラ、シロシンハラでは36個、ボイン12個、シーン24個しか使われない。使われない文字は、言語の歴史的変化、大気音の消失などによるものでり、 サンスクリットやパーリ語からの借用語を記述するために使われる。シンハラ語の文章では、文字は左から右に並べられる英語や現代の日本語と同じ。シンハラ文字はシンハラ語だけで使われており、他のインドアーリア言語では用いられない。しかし他のインドアーリア言語と同様、いわゆるアルファベット順は他の陰謀語族の言語とは異なっており、一家のようになっている。 これは、サンスクリットとよく似ている。a, r, i, e, u, u e, a, ai, o, o, au, k, k, h, g, g, c, ch, j, j, h, a, h, h, ton, th, d, d, h, n, p, ph, b, b, h, my, r, l, v, s, h, f。シンファラ語の名詞には、書く、数、 訂成優勢性がある。新原語の角には、多くの言語に見られる主角、対角、属角、余角、脱角の他に、他の言語には、少ない具角などがある。角の種類は、その定義に、揺らぎがあるため、一般的に厳密な種類やその数は示されない。例えば何か優勢の具角及びところ角の語尾は、ATI とラグだが、それぞれ独立した単語。 with the hand とニアの意味としても用いられるため、これを設備時とするべきではないとする説もある。学術的な文法化の過程において、ある語の文法化がどれだけ進められているかは、その語学変化を起こすかどうかが判断の一助となる。母音記号の長さのところがカッコ付きになっているのは、それが例えばアクセントをつけずに発音される場合には、長母音が短くなる場合があることを示す。 新原語名詞の数は単数型と複数形であり、有性、無償、英語から借用語で異なった変化を示す。有性の名詞では、複数型では語尾に、おう、音重複のいずれかがつく。無償では、ほとんどの場合、形態素の欠落が生じる。英語からの借用語では、単数形の語尾にエッグがつくが複数型としての形にはならないため、 単数形であると考えられている。上の表の左側の方に挙げられているものでは、複数形の方が5乗が長く、右の方では最後のパスカル R を除いて逆である。優勢の語彙は主に左側、無償なら右側のグループになる。不定冠詞に当たる機能は、優勢の場合は X、無償なら AK は担う。単数型には、定性がなく、 これにのみ不定冠詞が用いられる。複数型では定不条は特に示されない。新原語の動詞の変化には三種類ある。しかし、口語では、認証、数、性による変化はない。文語では、その変化がある。つまり、口語では、主語と動詞の一致がないということである。新原語には、指示語感が以下の四つあり、直示せには四種類あることになる。 他の言語と比べると稀な例である。新原語は日本語と同様プロ脱落言語の一つである。主語が文脈から明らか場合に省かれるのはイタリア語などと同様であるが、主語以外の目的語やその他の語も省かれることは超プロ脱落語とも呼ぶべき特徴であり、これは日本語と共通している。例えば新原語のは英語にすると、where w e n といった場所であり、 取れる意味としては、Where did I, you, he, she, we go, 私あなた彼彼女我々が行った場所となる。この二語だけでは意味に曖昧さの残る部分は前後の文脈から判断される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。